続きやっていきます。で、2年目が始まってですね、今4月の1週ですけど、4試合終わってるんですよ。リーグ戦が4試合終わってて、2勝2分け0敗で8位、まあ、4勝してるクラブと3勝してるクラブがこんなに多いので、まあ、この順位になってますけど、まだ負けてないので、我々は負けてないので全然まくれるということで、今宵も進めていきましょうよ。ん？森口？あー、オッケーオッケー。上から目線やめろ、マジで。まあ、試合に行きますよ。でね、特別練習をしすぎて、ジャンボが調子悪いんですよ、ジャンボが調子悪いんで、ゴンちゃんに代わってもらおう、ちょっと。はい、こういう感じでね。で、ロペスがいるんですけど、まあ、ロペス、覚醒練習、まあ、ちょっとロペス出しますか。ね、中西とロペス、なおにちょっと控えてもらって、で試合開始、頼むぜ。いきなりやられる。どういうことやねん、高山薫、似てねえし。いや、もうこれ打っていかないとシュート。いいよ。なんで止められてる、それ全然チーム力こっちの方が上回ってるよ、湘南より。これはではやめて、マジで惜しい。いやマジで前半のうち追いつかないと鬼監督がうなるよ。鬼監督がルズラ、素晴らしい。鬼監督がうなるよって言った瞬間決める。追いつきました。襟足切りなさい。ゴール決めてるから何も言いません、言ってるけど。まあ、後半ロペス投入しましょう。いい塩梅のところで。いいよ。うわ、惜しい。ああ、ファル。それではリプレイを見、じゃあ中西とロペス出そうか。経験を植え付けていくスタイルで、イカルディとロペス変わる。これでどうでしょう。これでいいんじゃない。FC 東京大きく入れ替え。いや、いいよ。中西ゼロリン狩り。ゴンちゃんスーパーセーブ、レベル3。これでいけるよ、いけるよ。中西、おお、中西アシスト。え、マジで中西やばない、いきなり活躍。え、ダイヤモンドの原石か。感動している私は。ナイスキーチャンス、カウンターオリベル・トーレス。おい、19歳だからね、まだ言うて。未来しかない。ベルマール、あ、小林翔太来ましたね。あ、ファール。ではリプレイを見てみましょう。オリベル、こっちファールか。オリベルってファール多いな今日。どうした。オーケー、ナイス勝利、素晴らしいですね。サカツク楽しすぎ。順位はこれで5位まで浮上してます。いや、いいよ。うん、J1 にね、初めて出場したからね、中西も。いや、中西くんなんて、だって、言うてあなた、あれよ、だって、初出場のいきなりアシスト決めてるからね、チワッスって、ね、軽いな、大学生か。プロモーション、サインカード、これは人気の選手がいいんですよ。中西まずまずの人気があるの、なんで中西行くか。じゃあまずまずの人気やった中西、
はい、招待券。え？ダメやん。で、ジャンボがまたですね、まだ調子悪いんで、ボンちゃんに行ってもらおう。頼むよ。全然東京の方がチームのグラフでかいから。勝たなきゃいけないってことだ、それは。うわぁ！変な声出ちゃった。やめて。やめて。ナイスキー。ソータンから。おぉ。では、リプレイを見てみましょう。宮沢、今のは軽率でしたね。おぉおぉ。イカルディのミドルシュート。素晴らしい。10番。東京の10番は、おうおう、イカルディよ、おうおう。ちゃんと考えなきゃダメだな。やめて。ナイスキー。やめて。オーケー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 。このシュートは外れ。高松。それではもう。オリベル・トレスから、太田康介。田辺、そのテクニカルトラップ。ソータン。それ外しちゃダメ。うまっ。え、トラップうまっ。枠入れて。いや、ハーフタイム、いいハーフタイム、いいハーフタイム。ちょっとロペス入れるか。イカルディのロングシュート。ボールリプレイです。狙ってるね、イカルディ。これを決められない。狙っていってるね。やめて。オフサイじゃないのそれ。オッケーオッケーオッケー。ルズラ、ナイスシュー。誰が決めました？ソータン。次は枠入れたね。ギリ。じゃあなおの調子も上がってるんで、まあ、ソータンと変えて、まあ、中にしよう。使ってみよう、もう一丁。3枚替え。おい、あぶねえ。それでは西は。いや、ボンちゃんも安定してるな、やっぱスーパーセーブ3持ってるし。ルズラ決めないんかい。それ決めないんかい。まあ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 、安定の勝ち。え、ちょっと待って、何位これ。3位。来てるね。無敗柄って上3つだけですからね。いや、いいですよ。話変わってきましたよ。あ、つまりこれは若手を起用するタイミングですね。タイミング。ネコニア特別練習終えた。あ、ジャンボ。ネコニアって呼びたくないんだこいつ。ジャンボ特別練習終えた。もうそろそろ赤くなってもいいよ、ジャンボ。まだオレンジだね。まだオレンジ。大成功。いいですね、パブリックビューイング。ジュビロ。ジュビロ何位や。あ、違う違う。あれか、ルヴァンか。ルヴァンカップか。なので、ちょっと若手の起用で行きたい。若手の起用で。橋本。これで行こう。果たしてこのメンバーで勝てるのか。怖い。ジュビロだからね、言うて。オフサイ、オフサイ、オフサイ。いや、いいよ、中西が。あ、ロペス。やめて、阿部。やめて、おい、ナイディ。ナイディ、ナイディ。誰今。なんとか止めました。いいよ。誰、どっちだ。モリアンだか、中西だか。ナイスキー、ナイスキー。いやー、打てない。シュートまで持っていけない。うん、なお頑張れ。ハーフタイム。なるほど、なかなか厳しそうですね、やっぱり。まあ、後半からこう出しちゃうっていうこの感じね。頼むぜ。ああ、ファール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 。
チョンビョングク。いや、いい位置じゃない、いい位置でしょ。いや、枠、枠入れてよ。やめて。うわ、弾丸シュート。それは、それは決めない、決まるよな。もうそうすると、うおー何ですかそれ。追いつきました。何ですかそれ。え、リプレイです。そんなとこから、ここはジュビロ、どういうことやねん。驚いちゃった。いや、攻めろ、攻めろ、攻めろ。ナイス、森口。いいよ。ナイス展開。あ、ファール。やめてよ、そのファールは。レッドじゃん。2枚目のイエローカード。レッドカードじゃん。レッドカードが出せます。うわ、チャンス。な、ではリプレイ。ジュビロ。菅沼。コントフリーキック。うわ。うわ。ここは惜しいし、2回あった今。ディフェンダーが体を寄せてシュッ。ナイス。え？丸山裕一。丸山裕一、素晴らしい。え、右足でしかも。丸山裕一決めた。サムネ決まりました、これで。今回のサムネこれで決まり。マジで、うん、ゲームでも嬉しいな、丸が決めると。で、まあ、3位なので負けるわけにはいかん、いかんですよ。いや、甲府は青赤対決なのでね。危ねえ、危ねえ。今のプレーをもう一度、佐々木。いいよ、ルズラ。おーい、もうすごいな、この2トップ。先制のゴールが決まりました。頑張れば得点をいけんじゃない。やめて。うわ、完璧に崩された。追いつきました。完璧に崩されたね、今のは。シュートもいいし。いや、オリベル、ナイスドリブル。うわ、惜しい。いやー、そのファールはいらないな。誰だ、徳さんか、森重か。ナイケ。うわ、やば。ナイケ。後半途中でロペスだぞ、ロペス。おい、何ですかそのロングシュート。恐ろしい。すごいね、ロングシュートがバスバス決まる。惜しい。これがではリップ。ロペス、ロペス、ロペス、中西だぞ。FC 東京、ここでメンバーを。マグナーってすごい名前だな。いいよ、高速フィード。うわ、キャッチか。やべやべやべ、追いかけて、追いかけて、危ね。うまくこん、それではなんか崩されてんな、さっきから。うわあ、あと10分。うわー、ファールか、中西。中、まあまあ、アグレッシブなファールは、中谷だったわ、名前っていうか。中西って呼んじゃうよ、中西に名前似てるから。 OK。 FC 東京、いや、勝ってますね、これもう。また、え、まだ3位のまま。あ、でも広島が負けてる、広島が負けております。あ、森口終わった。中精度はいいんだよ、中精度は。フェイスペイント。あ、ファンクラブ募集は大成功と。
またヴァンフォーレ？ジャパンクラブカップで？もう本当に連続するからな、この J リーグはこうやってこれでいきましょう。ちょっと危なっかしかったからね、そのリーグ戦の甲府戦は。うわおお、待って、決められてるんじゃん、決められてたんやん。青若同士で色似てるから分かんなかったけど、ちょっとなんで先制されんの、危なっ。え、歩いて、え、6番、太田康介だろ、6番、なんで歩いてたん今、危ね、ファール。リプレイです。土屋、危険なプレイです。それはカードじゃないの、康介。うわ惜しい、枠いってたね。でもね、ちょっと負けんのダメだよ。もうじゃあやっぱルズラとイカルディの2トップじゃないと点取れない気がしてきた。危ね、同点に追いつこう、とりあえずいいよ。うわーマジか、弾丸シュートレベル2でもダメか。それではちょっとシュート、いいよ、よね、止められない、取れない、うわ危ね。リプレイ、いや、ゴンちゃんは守ってるから3枚返してきた。いいよ、うわー、おお誰オリベル素晴らしい首の皮1枚つながった。あー、オッケーオッケー、負けなければオッケー。まあ、相手もほら一勝一分けでしょ、これで全然 OK。 危な、モデル、もう唯一でいこう、唯一でサインカード、人気な選手でしょこれだって、人気な選手いねえんだよ。中西、なんて読むのこれ、中谷。おお、オッケー、素晴らしいじゃん。オッケー、ナイス。マルはちょっとダメだったっぽいけど。これで今3位なので、そうですね、勝てれば、浦和相手だし、勝てれば順位上がる可能性あるから頼むよ。先制点まず、いや危ない、この浦和の人数をかけ、おっ、おお素晴らしい、何が起きた今、待望の先制点。それではもう一度見てみましょう、いかに素晴らしいですね、イカルディ。パワーチャージ。ナイスカット。おお、ナイス。ワイドに使ってね。おお。あ、ファール。ナイス。チャンス。1対1だったじゃん、今、キーパーと。そういうのは外すのに。いや負けらんないよ、浦和には。あ、ファール。それではリプレイを見てみましょう。ちょっと森脇荒いんじゃないの。うわ惜しい、いいね、トリックプレイ。 OKOKOK、 うまくリプレイです。ここでベンチに下がります。宇賀神が入ってきた。宇賀神似てるな。コーナー、ここ
でベンチに去る。山田直樹、山田直樹も似てるな。シュート打って、シュート打ってプレーを終わらせてやっていけば勝てるから、オッケー。ああ、磯村。いや、まあ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 、磯村。いや、ナイスファールじゃない。これはちょっと危険な、うん、ファールかっていうか、原口元気、オッケー。もうこれ耐え切ったでしょ今。オッケー、これで2位になった。2位あるんじゃない。あ、まだ3位だ。マリノスは、あ、広島が勝ったのでマリノスが負けたの。え、どういうこと。広島、あ、ジュビロに勝ってマリノスは川崎に負けたの。はあ、なるほど。いや、あっという間の1ヶ月でしたけれども、ベストイレブン、みんな大好きベストイレブン。え、見てくださいこのディフェンスライン。まあまあ太田 これで選ぶんだったら普通に太田左にやればいいじゃんとは思うけど、あと高萩も選ばれてるし、前田良一も選ばれてる。もうほぼ東京ですこれは。そしたら得点ランキングとかイカルディとか、あ、全然入ってないんだ。結構取ってるイメージあるけどな。アシストランキングにもいないと。レベル3に上がったメイ。うわ、過密日程すぎません？ちょっとえ、何 J リーグって過密すぎでしょ。やばくないこの過密。え、ロペスにオファー、ゴンちゃんにオファー。ちょっと待ってよ。まあ、ということでですね、まあ、今3位まで登ってきました。いや、いい感じですよ、いい感じで。ダービー男に関してなんですけど、まあ、枝村選手、コメント欄では枝村選手の名前もね上がってたので、まあ、枝村選手にオファーを出してみようかなっていうふうに考えてます。あと他にね、ダービー男の特性持ってる選手知ってる方いたら教えてください。ということで今回はこの辺りで、さよなら。